いですが、ここでまっすぐ真ん中だが三遊間源田だ。二塁から一塁転送、ダブルプレー。ここはキャプテン源田のプレー。いやー素晴らしいプレーですね。戻ってきた源田、ここはスクープレーになりました。ここはショートゴロ、6-4、3-1塁はセーフです。ここは俊足、際どいタイミングでしたが小深田一塁残りました。いやでも今のショート源田選手のプレーもうまかったです。ここもピッチャーの頭越えてショート源田一塁は、これはアウトにします。うまいですね。ここは前に出て今度は内側食い込んでくるボールはショートかレフトか、ショート源田掴んでいる。最後は半身の体勢でちょっと小さくジャンプをしながら漏れ手を上げて高橋光成も喜んでいますが、すごいプレーになりました。いや今のは本当に超ファインプレーだと思いますよ。もうあの打球か、ここはショートゴロ、6-4、1塁は一塁はセーフです。ランナー一塁残りましたがこれで2アウト。初球打ち高いバウンド、ショート回り込んでセカンドはアウトにしています源田。その間に三塁ランナーはホームイン。しかしここも源田の動き、アウトカウントライオンズは取ってきました。イーグルズ1点返してこれで2-5。まあよく取ったんですけどその後もですよね。いいとしますよ ね。逆方向はショート源田よく抑えて6-4-3と渡りました。さすがここはライオンズの二遊間。ライオンズこの回得点圏ランナー背負っていましたがゼロで抑えています。初球三遊間より源田遠投一塁アウト。ここは源田のプレー、三遊間深いところ、さすがですね。そこはダメだ。いや詰まっているが三遊間ショート源田すごいスローだ。ツーアウト。とんでもない位置からとんでもないボールを投げてきました。まさにたまらんとはこんなとこでしょう。素晴らしいですね。こっからですよね。まあこれも無理しないでね、ワンバウンドっていうところをちゃんと。ショートよく取った。いやー素晴らしいプレーでした源田。難しいバウンドでした、よく取りました。いやさすがですね今のプレーはね。本当ですね。ご覧いただきます。9番キャッチャー太田光。そしてこの2回はピンチのマウンドを今ショートだ。そして4-3と当たってダブルプレー。軽快にさばいていきました。難しいバウンドから直打ち、ショート回り込んで取ってからが早いが一塁はどうか、セーフだ。手がベースタッチ、あベースの上から手をこう置いていく感じですので、もしかしたら、まあ、左手がついてるかも。そうですね、はい、アウトに変わりました。ゴロの中高いバウンド源田選手華麗です。ブルーのホームからおおというふうな石さん、いやこの3連戦ああいう打球多いですよ。それが一番反応です。初球打ちはショート深いところから源田の見せ場は一塁。まあ昨日もしっかりとストレッチ伸びてきました。さすが源田という守備範囲。そうですね、詰まってのねショートの一番深いところですから。フォーク、ここをバットの先逆シングル当たってバックアップ、シュートを取る競争アウトでした。すごいな。今グラブ
ドで勢い死んだ打球でしたよね。それね、前バーッと取りに来て、あの握り替えですからね。しかもバッターランナー周東ですからね。すごいっすね。間違いなく夜のニュースでまとめられるやつですね今のはね。一流のプレーを見させてもらいましたね。プロ同士の素晴らしいプレーの応酬でした、はい、そしてクリスキーリズムよくここ若月ショート深いところ、杉本が走りますが一塁や。しばしていくショートゴロ、少しイレギュラー、ただ対応する、一塁はセーフになりました。ショート源田の打球、最後のバウンドでイレギュラーがありましたが見事対応、二塁はアウトにしました。今の打球です、最後土に変わるところで跳ねなかったんですね。ただ取ってグラブトスです。引っ掛けた1、2塁間、セカンド友崎、2塁に送る、ここはナイスプレーがありました、セカンド友崎。そしてハーフバウンドを取ったショートの源田、この辺りの二遊間のコンビ、三遊間、源田が取って三塁へ送球、コースアウトになりました。すごい嗅覚だな、あの打球を三塁に投げました、そしてアウトにしました。もうそこしか間に合わないですよ、6-5 ですよ。左右間のといバックアンドボールスタンド、さあここが源田とランナーの競争はアウトにしました。これが源田、まさにたまらん守備というのはここにあります。三者凡退、0点です。ショートをよく取った、素晴らしいプレーだ、源田がファインプレーでアウトにしていきます。だからあの回転で無駄のない動き、いや、さすがですね。さすがです。叩きつけるバッティングはショート回り込んで源田来たがアウトです。いやー、ナイスプレーだな。コース的にはもうヒットかなという打球なんですけどね。早かったですね今ね。これが源田壮亮という守備です。WBC で世界と戦ったショートプレーヤー。